あれはもう20年以上前か。その頃ケティル息子は東京の美しい娘と愛し合っておった。だがある日その娘が近隣で力を伸ばしていたエッベという男に見初められてしまい、わしらは苦しい決断を迫られた。ケティルは娘を守るために戦いも辞さない覚悟だった。だが我らの力は当時まだ小さく、エッベに恐れをなす者も多かった。逆らえば滅ぼされると、我らの下した決断は服従だった。ノルドの男が聞いて呆れる。わしは保身のために一人の娘を差し出したのだ。そして娘が嫁いだ日、エッベの富を妬み憎しみを抱いた男の仕業だった。知らせを聞いて駆けつけた時にはもう何もかも焼き尽くされた後だった。